広芝居クーッ .com。 今日はホンダのベンリー110のエンジンオイルの交換をしてあげたいと思います。このバイクは購入した時が1000キロ、まあ新古車なんですけど、第1回目のエンジンオイルの交換となりますので、ベンリー50とほぼほぼ共通で、マニュアルももう同じなので、ベンリー50の方を見てもいいんですけど、せっかく110の車体がありますので、今回はベンリー110を使ってエンジンオイルの交換をしてあげたいと思います。あっという間ですね。早いですね。およそ3ヶ月程度で4000キロ、まあ本当は1500から5000キロの間。ビジネス仕様の場合はもうちょっと早い方がいいんですけどね。ちょっと12月クリスマス前にする予定だったんですけど、ビジネス車って隙をついて仕事の合間でするしかありませんので、ちょっと遅れちゃいましたけど、今回はこれのエンジンオイル交換をしてあげたいと思います。そしたらここから作業開始です。作業はセンタースタンドで行います。交換時はキャップに 0.7 リットルと書かれてますので用意しておきます。ドレンボルトはちょっと見にくくて申し訳ないです。マフラーの液パイ部分、細い部分と隠れてますけど、ここの丸のところです。下には廃油トレイや廃油処理パックなどを敷いておきます。奥にありますので、エクステンションバーを使って17ミリソケットをプラプラにしておくと作業がしやすかったです。そのままゆっくりと、ここはエンジン腰下なので、もう適当にしたら大ごとになりますのでご注意ください。ドレンボルトを外すとドバドバドバーっとオイルが出てきます。これが古いオイルです。結構真っ黒に汚れているのがわかります。ドレン専用ワッシャーも忘れないように交換です。このまま傾けたりゆっさゆっさエッサホイサしないようにエンジンオイルが止まるのを待っておきます。センタースタンドは整備用のためのスタンドですので、この状態で大丈夫です。すべて空にする場合は分解したりして、その場合は 0.8 リットル入れないといけないです。ドレン用のワッシャー、先ほど言った新品に必ず交換して手工具で締めてあげます。間違っても電動工具だけはとにかく絶対ダメですので、ゆっくりと丁寧に、先っちょはプラグと同じようにプラプラな状態にしてゆっくりと締めてあげます。指が届く場合はもちろん手で、手工具というより手で締めてあげるといいと思います。最後の本締めはトルクレンチを使って24ニュートンメートルで本締めをしてあげると、古いオイルの抜き取り作業までが完了となります。ちなみにですけど、ドレン専用ワッシャーを交換しない人はもう少し強いトルクになります。ちょっと余談です。これで OK です。必ずドレン専用ワッシャーは交換してください。そしたら新しいエンジンオイルを入れていきます。オイルフィラーキャップ、ここオイルの量を測るレベルゲージにもなってますので、オイルの量を点検時には確認してみてください。後でまたこれします。そしてジョウロやオイルジョッキなどを用意して、フォーストオイル 0.7 リットル、 700ml です。これを注入してあげます。今まではウルトラ G3 全化学合成油の中では一番安いメーカー製を使ってましたけど、最近台数増えたのでこれに変えました。いつも通り概要欄本編詳細リンクをご覧ください。これで 0.7 リットルですね。そのままエンジンオイル注入口から入れてあげるだけです。オイルサクションガンのように吸い上げることができませんので、最初の測る段階で間違えないようにご注意ください。ホンダベンリーは50、110、プロともに 0.7 リットルです。入れ終わったら時間を空けてではありますけど、そのまま刺してねじ込まないように引き上げてみてください。レベルゲージのサイン、しましま模様がついてますので、その上限から下限の間にオイルがつくはずです。普段からの点検もこれを使用します。もしオイル漏れもないのに極端に減ってる場合は、オイル上がりまたはオイル下がりが起きてる可能性もあります。あとは抜き取った廃オイル、これは処理方法は重々気をつけてください。廃油処理パックというのが売ってますので、一般の人は必ずそれを利用して燃えるゴミで捨ててください。そしたらこれでエンジンオイル交換完了となります。あとはエンジンをかけてあげて数分間アイドリングをしてあげてみてください。その後に乗り出しです。今回はホンダベンリー110プロ共通エンジンオイルの交換作業でした。ご視聴ありがとうございました。部品情報、訂正情報などは概要欄の本編詳細リンクを必ずご確認ください。
その他動画にない情報などは Twitter、Instagram、ブログにて随時更新中です。